N8 小隊アドラーの嫌われる勇気、うん、第3夜パート1承認欲求の否定でございます。どうもおはこんばんちはこんな挨拶なかったですなかったアラレちゃんですね。すいません、アラレちゃん、おはこ郷土の英雄、うん、アラレちゃんでございます。アラレちゃん、はい、今日は挨拶ないですか。あ、二等兵の友人屋です。隊長です。隊長でございます、はい、今日は、うん、アドラーの第3夜目、はい、第1夜で、うん、トラウマなんてない、うんうん、っていう否定をされ、うんうん、要はいろんなせいにしてた、うんうん、トラウマ過去のせいにして、うんうん、過去こんなことがあったって言ったところ、うんうん、アドラーはそんなの否定してるよと、うんうん、全部君の目的でしょっていう話をした、うんうん、第1夜、うん、で第2夜目、第2夜、全ての悩みは対人関係である、うんうん、要はその人に言われて悔しいと、うんうん、人と比較している、うんうん、で言った時にいやいや比較するのは人じゃなくて理想の自分だよ、うんうんうん、どうしても人見ちゃうじゃん、うん、って言ったところですね、うん、で今回は、その人と比べていたとか、うん、人にこう見てほしい、うんうんうん、認められたい、認められたい、うん、っていう思いを吐露したところ、うん、3夜目にして承認欲求の否定ですと、うんうんうん、そこが良くないね、楽しいですよね。アドラーはちょっと劇薬ですよね。劇薬ですよね。あの傷ついた人に対しては、うん、でここあのいつものようにこの、うん、嫌われる勇気の太字の部分だけを抜粋して、抜粋したものなんですけども、うん、あのセミナー1回分の、うん、痛みは、うん、あの伴うと思います、うんうん、アドラー心理学では他者から承認を求めることを否定しますと、うんうん、トラウマも否定するわ、うん、承認欲求は否定するわで、なぜなら、うん、我々は他者の期待を満たすために生きているのではないと、うんうんうん、まあおっしゃる通り、おっしゃる通りもうそうなんですよね全部おっしゃる通りになるんですよね。生きてるのではないし、うん、他者の期待など満たす必要はないんだと、うんうんうん、なぜならあの他者の評価を気にしていると、うん、最終的にそれは他者の人生を生きてることになるよと、うんうんうん、ごもっともです。ごもっともです。あのちゃんと青年はここではもう反論するんですけど、うんうん、まああの40年も生きてくると、うんうん、ごもっともですって反論しようがないですもんね。ああ丸くなったんですかね、うんうん、でそれはまた裏返すと、うんうん、他者もまた、うん、あなたの期待を満たすために生きてるのではないと、うん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 、だからやっぱりその思い通りになってほしいっていう気持ちはありますよね。急になんか居酒屋みたいな感じになってすいません、うん、要は子供に対してとか、うんうんうん、まあ、好きな人に対して、うんうん、全部そうですよね。まあそうですね。こう見てもらいたいし、うんうん、こうしてほしい、うんうんうん、っていうのは、うんうん、全部否定されるんですよ。好きな人には振り返ってほしい、振り向いてもらいたい、振り向いてもらいたい、それはダメですなんですもんねっていう話なんです、うん、でいや青年は、うん、いや承認欲求を否定するけど、うん、青年は違うって言うんです、うんうん、それはお互い承認欲求をし合う、うんうんうん、要は承認し合うことで世界は成り立ってるだろうと、うんうんうん、相互の承認関係こそが大事じゃないか、うんうん、もう僕もそうだそうなんです、うん、ええー、こと言った青年と鉄人をやっつけるんですよ、うん、としたところ、うん、まあ鉄人は、うん、あの課題の分離っていうワードを出してきます、うんうんうん、課題の分離とは何か、うん、っていうと、じゃあその課題は誰の課題ですかと、うん、その我々は誰の課題なのかという視点から、うんうん、自分の課題と他者の課題を分離していく必要がありますよと、うんうん、で、うん、それが他者の課題なら踏み込まないと、うんうん、なんで私がよくここに出す、うん、あの挨拶をしても、うん、聞いてくれない、口を聞いてくれない、うんうんうん、
ノーネームここに出すんですけど、うんうん、無視をするのは、うん、多分、うん、この子の課題なんですよね、うんうん、そう、あなたの問題ですかって話ですよね。そう、僕は僕の問題ではないと。そう、でそれが苦しいって話を前にしたんですけども、うんうんうん、なんでその無視をするとか、うんうん、その僕の姿が見えないように立てる、うんうん、っていうのは、うん、彼女の課題だと。そう、僕の課題ではない、まあ、そうですね。でもそれを僕は考えると、うん、ちょっと心が苦しくなるんです、うん、要は辛いんだなって。あ、要はなんか何て言うんだろう、余計目立つじゃないですか、うん、要は逆に見てほしいみたいなように僕は感じたんです、ね、あ、だからでも承認欲求なんじゃないですか。そう、逆に見てほしい。要は一番シンプルにきついのは、うんうん、もう本当になんかそういう顔を隠すとかもせず、うんうんうん、シンプルに無視ですよね。シンプルに無視一番きついのは、うんうん、でもなんかその可愛げがあるその、うん、無視なんですっていうアピールが見える。無視アピールですもんね、はい、っていうのは、うん、あ、それはそれで辛いんだなっていうのを感じることができました、うん、すいません、ちょっと話が脱線しました。まあでもそこでいうことなんですかね、この課題の分離っていうのは。だからこう二等兵的にも承認要求があるから苦しかったって話ですよね、はい、その人に認められたい、はい、ちゃんと会話をしたい。そうですね、はい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 、でも、うん、アドラー的には、自分の課題と他者の課題を分けましょう、うんうん、なんで私はシンプルにただ、うん、自分が正しいと思うことをするだけだと、うんうん、挨拶をする、ちゃんとする、するで相手の反応はもう気にしない、気にしない、うん、それは向こうの課題だと、うんうん、私の扱いについては、うん、それは、私が挨拶を期待するのも、うん、相手は別に私の満足を満たすために生きてるわけではないっていうことですよね、うんうん、で、あらゆる対人関係のトラブルは他者の課題に土足で踏み込むこと、うん、あるいは自分の課題に土足で踏み込まれることによって起こされますと、うんうん、確かに、うん、確かに、やっぱりその我々が、うん、あのよそのチャンネルでやってる、うんうん、エニアグラムも、うん、要はとらわれ、要は悪い部分っていうのは、うんうんうん、相手をなんとかどうやって動かそうとするかっていう時に悪い面が出ますよって話ですよね。よろしければエニアグラムの動画のリンクを貼っておくので見ていただければと思うんですけど、はい、いろんな形で他者をコントロールしようと、いかにコントロールするかですよね、はい、でもエニアグラムでも、いや、うん、その自分を磨くべきものだよと、それ、うんうん、気づきに使うもので他者をコントロールするものではない、うんうん、っていう話を、はい、してますけど、うん、まあそういう話です、うん、で、その選択によってもたらされる結末を引き受けるのは誰かと、うんうんうん、でよくあの言われてるんですけども、うん、馬を水辺に連れていくことはできるが水を飲ませることはできない、うんうん、要は嫌がる子を、うん、引っ張っていって、まあ、そこまでは連れていけるけども、うんうん、飲めってやっても飲まない、要は言うことを聞かせることはできない、うんうんうん、要は人はコントロールできないって話なんですよね、うんうんうん、どんな力ずくでも、うんうん、で、言うのは自分を変えることができるのは自分しかいません、うんうん、で、まあ、この流れはこの青年が、うん、要はカウンセリングとかあるけど、うんうん、それは彼らが変えてくれるんじゃないのかみたいなことを言うんですけど、いや違うと、うん、あなたを変えるのは自分自身です、うんうん、まあなんかあのカウンセリングとかって答えは全部あなたの中にあるって言いますもんね、カウンセリングの人がそうやって前言ってて、はい、私がこうアドバイスするだけではなくて、あなたの中にあるものをこう引っ張り出してあげて自分でやってもらうだけっていう、はい、でまあそれでよくあるのは NLP とかのコーチングの技術っていうのは、うんうん、そのうまくいったコーチングの人たちの手法を集めたものなんですけども、うんうんうん、まあ、若干前も話したんですけど優しいんですよね、うんうん、傾聴する、ちゃんと話を聞いてあげるっていう話なんですけども、うん、
これ若干もうあの、うん、劇薬、まあ、あなたが悪いですからね。あなたが悪いとは言ってませんけども、まあ、今のあなたがあるのは、うん、あなたの責任だ、あなたの目的ですと、うん、そうしたかったからそうしてるでしょっていう、うんうんうん、確かにこの目的論で見ると、うん、確かにそうなんですよ、そうというところで、うん、一旦ここで、うん、第3夜の、はい、引き続き第2、うん、3夜のパート2もありますし、うん、この出来事を話す、うん、居酒屋編っていうのもありますので、うん、そちらもよろしければと思います、はい、思ったことを、そうですね、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。